なるんですよね。という感じです。かわいい。今日は普段あまりしないストレートハーフツインでお送りします。リップを塗らせてね。こんばんは。で、今照明がついていない理由は直前まで iPad を充電しているからです。そう、このお洋服はあれです、スイーツ部のロケに着ていったの。ホイップみたいなお洋服です。これ最近買ったゆきりんさんのリップです。私本当にリップが本当にたくさんあって、毎回口の色違うと思う。こんばんは。今日はテロップ打てない。テロップ先に打とうか。今日は生誕祭と振り返りにする、同時視聴振り返り配信、ケーキ、ハート、オッケー。今日はサウちゃんたちとお送りします。よろしくね、サウちゃん。今日はさ、いつもとさ、メイクをねほんのちょっと変えてみたんだ。目だけ。わかる？ちょっとパッチリしたでしょ。今日はそう、チークも塗ってる。今日はね、お、正解です、アイラインです。よくわかりましたね。チークはこれ3色混ぜてます。3色も使うのっていうあれですよね。お、アイシャドウもねちょっと濃く入れたんです。今日はここにみんなよく見てますね。すごい。で、今日は午後の紅茶を飲みながら配信するんですけど、去年のお誕生日に花江がくれたハナニャンのコップハナニャンのコップで飲もうと思います。可愛くないこれ。これ去年のお誕生日に花江がくれたの。可愛いでしょ。なんかね、今もう用意するものが多すぎて、このここの範囲にすっごいいろんなものがある。 iPad でしょ、花冠、サウちゃん、 iPad 置く台、リップ、あとうちわとフライヤーも持ってきたよ。そう、これサウちゃん、サウちゃんです。私の私はウサちゃんじゃなくてサウちゃんって呼ぶんですけど、この子が去年の生誕ディスプレイにいた子で、この子が今年の生誕ディスプレイにいた子。あと10分で見始めないといけないんだけど、話したいこともいっぱいあって。そうそう、私はね今日このサイリウム用意してくれたの、ありがとう。そう、このね配信のためにねこれを買ったの。このタイマー、今何分見てるよってね、固定のコメント見てもらったらわかると思うんですけど、これスタート、カウントダウン専用だったんです。
から私はただあのどでかいキッチンタイマーみたいなものを買ったということなので、私はこれからお料理するときこのデカタイマーであのお料理することになりますね。よろしくお願いします。幅取るよこれは。もうさ、やっちまったすぎるよね。使えないです。はい、という感じで、なので今日は音でかい。なので今日はあのちょっと本当に今何分の DMM 見てますかってコメントしてください、ぜひ。じゃあ開けます、午後の紅茶を。ちょっと待って、開かない。よいしょ、入れておこうね、45分の前に。ちゃんとできるかな、不安だよ、初めてやるから。すごい、同じ色だ、同じ色、コップと同じ色。ミルクティー、ミルクティーです。そう、そしてなんと今日は3期生2周年の日、ありがとうございます。2歳になりました。これからも3期生力合わせて頑張ります。ありがとう。あのルアがね TikTok に動画を作ってくれたみたいで、そちらもぜひ見てください。とっても素敵な動画を作ってくれたの見た。ああよかった。なんかなんでそんな動画持ってるのっていうくらい全部見たことない動画で。何この動画っていう動画がたくさんありました。2周年ありがとう。あ、そう、ピラミッドのてっぺんに、そうそう、私あれもともとピラミッドに参加してない人だったんですけど、こう後からやってきて、もともとリリカが乗るはずだったのかな、誰だったっけな、なんか上が怖くて乗れないってなって、でも下みんなこうやって耐えてて早く乗ってみたいなところに私が遭遇して、おすごいすごいって見てたら、夏希乗ってって言われて上に乗ったやつですね、あれは。そんなこともありました。今日は iPad で公園を見たいと思います。本当に公園もさ、すごい光だ。公園もねすっごく撮ってくださったんですよ、とってもたくさん推しカメラしてくれました。よいしょ、ちょっと待ってね。そしてこちらが花冠、こちらが花冠、装着。はい、生誕仕様になりました。確かにお洋服となんかいい感じかもね。なんか空飛んでそうな。あと忘れてることはないかい。本当はなんか自主練のお供に粒組を持ってたから、それ持ってくるかと思ってたら、今ちょうど本当にこの私の前にあるカバンをかけてるところのカバンの中に入ってて、でも私今周りこうやって囲まれてるので取りに行けないんだよね。崩しちゃいそう、ガガって。そう、動けない。動けないの。アーカイブはね、私はイヤホンで聞くので、用意した後でみんな一緒に流してください。000000から見ます。なので、前座から見ます。
もう本当の0000000からにしますね。はあ、これだけ悲しいけど、まだ41分なのでまだ準備できる。45分から見始めます。私今このデジタル時計があって、じゃあ45分あの秒数、あのこの48時45000で押すね。そしたらスタート。なのでデジタル時計がある方はそれで一緒にスタートしていただけたらぴったり合うかと思います。ちょっとお先に喉を潤してかわいいんだよねこれ。じゃあ乾杯。乾杯。うん、おいしい。お、みんな KP してる。押すときカウントダウン OK。 わかった。砂時計しか持ってない。え？え？嘘でしょ？なんておしゃれなの？焼酎飲んでる。コーラ飲んでる。おー、いいですね。みんな何か飲んでる？ちなみに今の私の時計だと8時43分15、16、17です。この感じでいきます。体内時計で OK。 すごいね。まあ私があのあれ何カウントダウンするので安心してください。え、みんなお酒飲んでる。大人だね。お酒飲めるの？お酒飲めるか、そりゃすごい。お酒飲めるんだね。すごい、本当にみんなお酒飲んでる。そう、私はねちょっとまあこれからですね。よし、あと1分になったので充電器を外して照明に変えて、照明に変えて、あれ刺さらない、こうか。おお、分かるよ。こんなもので、やばい、もう始まる、もう始まる。9、8、7、6。ちょっと待って、一回ストップ、一回ストップ。私の iPad ぐるぐるしてる。ごめん、45分ちょうどで始まらなかった。ちょっと待って、ごめんね、あのバグっちゃいました。あ、勝手に始まってる。ごめん、行きます。じゃあもう一回カウントダウンするね。ごめん、本当にごめん、本当にごめんなさい。行きます。行くよ。9、8、7、6、5、4、3、2、1、スタート。ひらかっぴだ。どうぞどうぞ。はい、始まりました。なぎちゃん、メリー、すご
もう髪短くなって可愛いね。元気。ひらかっぴー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします、じゅっちゃん。よろしくお願いします、あゆみちゃん。お、全員揃いましたね。はい、どうぞ準備してくださいね。はい、聞きます。これは客席見ていいのかな。見ない方がいいかな。あんま客席は見ない方がいいから、バレちゃう、みんな。おお、身長差すごいんだね。前も思った気がする。ちょっとリバイバルを思い出しますね。あ、みんな元気ですよ、コールが。あー、見た、今の見た？あおちゃんがスイってやってさ、あゆみちゃんが付き合ってた、かわいい。かわいいね。私が4期生の前座に出る夢は叶わなかった。かわいい、メリーちゃんずっと笑っててかわいい。いや、フレッシュだよ。とってもフレッシュ。かわいい、今の。お、すごい、ななちゃんのジャンプすごい、こうだった。あー、かわいい、仲良しさんだね。あおちゃんずっとニコニコしてる。かわいい。え、公式 X で何が出てるの。あ、もう出たのか。お、レスしたね。誰にレスしたのかな。あら、綺麗ですね、サイリウムが。ここ可愛いよね、いつも。可愛い、可愛い、よくできました。可愛い、ありがとうございました。イエーイ、かわいいね。あ、なんて、なんて。なんて言った今。お、ここからみんな生誕祭が始まるぞってなってますね。ちなみに今の秒数は5分18、19、20、21です。たかし、ありがとうって。ありがとう。そう、私も春ブロックもうちょっとやりたかった。もうちょっとやりたかったよ、春ブロック。お、時間合ってる。
始まるよ、生誕祭始まりますよ。じゃあじゃあ、あ、サイリウム振ってくれてる、ありがとう。うんうん。N G T 48ね、このサイリウム本当に可愛かった。ピンクガーベラになってるんです。髪型は全員私が選んだ髪型をしてくださいました。皆さん、みゆみゆさんのこの高めツインテールと萌えのカチモリ大好きなので。これ大きいね。カイリさんは私の愛犬のミルちゃんですレニアさんのポニーテールも、あ、ユーハはもうこの髪の毛とおでこ出しで迷いました。ルアのお団子かわいいでしょユーナは横ツインが似合う。リリカもかわいい。アミアミがかわいい。すごい、なんか私のガクガクなんだけど、私の画面が今おかしい。絶対みんなとずれた。みんな待ってみんな待って、みんな今何分にいるのちょっと一回戻ってきて今8分18、19、20、21、22、23、24、25、大体同じくらい霧のいいところで合わせて OK。じゃあ2曲目の前で止めるね。すごく撮ってくれてる。これがね、ちょうど私のサビ位置がカメラの結構前なんですよ。だからずっとカメラ見てる感じになってますね。とても目が合うとても目が合う。カイリさんにミルちゃんって伝えましたよ。ミルちゃんで、ってそしたらずっと何ちゃんだっけずっと何ちゃんだっけって。いつもこんなところ抜かれないですからね。ペンライトも可愛くて、パン、みみさん足長い足長いで、リリカかわいい。すごく目合うね。あ、
もう終わったのね。ちょっと待ってね、ついていくからね。あ、リップが、待ってね。はい、ストップ。今10分41秒で止めました。10分41秒、皆さん10分41秒にお越しください。来れましたか？10分41秒。え、すごい、ちょうど、やっぱみんなここで止めるのか。じゃあカウントダウンしますね。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、スタート。また止まっちゃったらごめんね。てててて、優しい、ありがとう。でん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 、どう、大人でしょ。大人。ねえ、萌ちゃんかっこいい。揃いましたね。3期生です、みんな。今の萌えの顔いいな。たらい橋、世界中に漏れた。ルアのお団子いいな。ね、コメントもある、劇場公演コメンタリー。おー。恥ずかしい、今のすごい君だったよね。おー、初めて抜かれました。先生からレッスン来たぞ。レッスン来たね、すごい。またもう一度レッスン味わえますよ。ここさあ、ペンライトすごいピンク黄色で嬉しかった。2曲目からピンク黄色ね。歌うまい。思い出せないよ。すごい、もう右のカメラも左のカメラも夏樹を写してくださってる。遊びに来てありがとう。忘れてしばらくピンクピンク振ってた。かわいい、何それ、かわいい。あ、いなくなった。かわいい。おー、ここ私いつもそうなんですけど、今のとこだけちょっと微笑むんですよね。実はいつもこうだけど、ここの時だけちょっとこうやって微笑むの。ちっちゃなこだわり。おー、いや、私になった。たった。おー、いいですね。どこに惹かれるのか伝わる。あ、ありがとう、嬉しい。いや、本当に綺麗でした、サイリウム。ありがとう、振ってくれて。で、私の髪の毛はハーフツインにしましたよ。エリック先生から言われたわけじゃなくて、自分でそのように。あ、表情ですか。表情はみんなオリジナルです。大切な時はハーフツイン、そうですよ。
終わりました。2曲目が終わって、どうせ幸せとか不幸せとか、あ、嬉しそうな顔してる私ほらピンク黄色がすごい可愛い。これは、あ、この時の私のポーズはあのケーキのろうそくですよ。待ってた。心に太陽で一気に笑顔になるの好きありがとう。私はいつもみんなにみんなって気持ちでやってます。目をちゃんと合わせられる曲が来たって、スイスイによく似合ってる。お、ありがとうございます。今日はこの曲でチャットに動画を送りました私はこの辺りが調子が出てきます。お、いいですよね、盛り上がる。楽しそうな顔してる。いつも何曲目でなっちゃん推しの位置を把握するの、完全に把握するのは3曲目です。 1,2 曲目はあんまりキョロキョロできないから、こう目線で入ったところにいる方は把握できるんだけど、ちゃんともう端から端まで見てるのは3曲目。なあ、みんなスイスイしてくれてる。あ、いなくなった。ななみさんクロールしてた。こんなに撮ってくれる、嬉しい、ありがとうございます。開けてくるよ、前を向いて行こう。あ、みんなにハート、デデデデデデン。このななみさんの髪型可愛くないですか？似合うと思ったんだまたスイスイしてくださってる。ななみを起こすときなんて声かけてるの？せーのです。ゆうはとやるときはゆうはがちょっと声がちっちゃい、かわいい、ちっちゃいかわいいなので頑張ってせーのって言ってます。プロデュース力抜群、ありがとう。みんなでスイスイしてました。この時今4曲目に行きました。4曲目です。この曲のなつきちゃんのダンスが可愛くて好き。ありがとう、嬉しいです。とってもね、みんなスイスイしてくれて可愛い。あ、レスが来たね。
そう、この位置本当に DMM さんにレスしやすいですね。みんな可愛いね。コールも本当に大きい。ふいふい。でででぴょんぴょん。スイスイからレス来ると隣の同伴から肘が飛んでくる。どういうこと？どういうこと？どういうこと？うわ、みえみえさんがウィンクしてた。可愛い。コールはね、みんなが夏希って呼びたいっていう意見が多かったので夏希にしてますね。レス来てるねって。友達で会わちゃいそう。チュン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 。あー、嬉しかったんです。これみえみえさんがこうやってだけどこの時です。かわいい。ちょっと待ってだったね。なんかちょっと待ってじゃなくてちょっと待ってだったね。かわいい。かわいい。かわいいよね。あら、どうも。イエーイ。頭ブロックがもう終わっちゃいましたよ。NGT48 です。ありがとうございます。あ、どうも。すごく映してくださいますね。あ、うちは準備、私もうちは持ってる、私もうちは持ってる。最初がどっちだったっけ。スイスイか。 OK。 切り見えちゃってるよ私。大丈夫かな。ありがとうございます。しかもさ、このお昼公演の時に目痛いって言ってたから普通に心配させちゃったかもしれないよね。すいすい。見て、なつきー。私もパタパタ。
私もこれいただいたので使いました。すいすいスイクラちゃん、かわいい。これこれかわいい、スイクラちゃん。イエーイ。レイニャレイニャさん、身長が似てますね。これ本当になんだろうって思った。そう、消したいってね。そうなんですよ、二十歳のって言わないか言うか迷ってて、言ってもいいんですけどね。マリナさんはお姉さんですよ、だから大丈夫です。私は個人的に永遠の17歳をしないといけないので。何言ってんだろう。久しぶりだって、久しぶり、ありがとう来てくれて。そう、何持っちゃった。ありがとうございます、レイニアさん。おかえり。タイリさん、はいはい、スイスイといえば、私がカエリさんにそっくり。20歳おめでとう、ありがとう、ありがとうね。仕事終わってきた、ありがとうございます。ファミリー。ちょっと待って、夏希を支えたいと思います。今でもじわじわくる、面白い、ありがとうございます。ななみー、ふう、ななみさん、佐藤家です。20歳おめでとう、ありがとう。大好物。昨日うちの赤いを見てた、ありがとうね、見てくれてありがとう。そう、食べられちゃう、私食べられちゃう。嬉しい。ナチュラルにこうやって。そうなんです、先輩がいらっしゃる生誕祭初めてだったのですよ。食べられそうだった、よろしくね。富士さん、藤崎さん、ツインテールかわいい。みゆみゆさん、
すごい褒めてくださる。ね、みんな可愛いって、みんな可愛かったよ。イエーイ。え、でしょ、このツイン可愛いよね。いってらっしゃい。萌え萌え萌え、ありがとう。もちゃん、そう、みんな嬉しいこと言ってくれて感謝ですね。ナチュ、そうですよ、二十歳ですよ。萌えって本当に年下に見えないですよね。いい意味でね、いい意味で。いい子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 だと。お、スイーツ部長大好きだよ。よろしくお願いします。イエーイ。この時は着替えてるから聞こえてない。そう、よく聞いたら多分聞こえるんだけど、モニターから。ゆはの羽、あら、ありがとう。あの、着替えるところのモニターで耳を澄ましたら聞こえます。でも他の音とかもあるからね、ちゃんと聞かないとあまり聞こえないんだよね。アイドル3年生おめでとう、ありがとう。なつきちゃん幸せ届きました、届きましたよ。うん、今日もすごい些細なことですっごい連絡しましたね。外で大きい音出しちゃったみたいなスマホ大きい音出しちゃって恥ずかしいみたいな連絡しました今日は。危うく2日連続デコになりそうだった。ゆはてん、そうなんですよ。ゆはのおデコかわいい。投げつける？投げつけてもらっても構わないよ。すごい、めっちゃ3期生ですねこれ。同期、見入っちゃった。もっと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 見入っちゃってた。ポキー、かわいいね、お団子ちょっとバブくない？ありがとうございます、嬉しいです。うん、ちょっとだけ同い年なの。中森の後ろの葉っぱ本当だ、イエーイ。ねえ、シシーのことが大好きだよ、よろしくお願いします。ねえ面白い。おお、ありがとうございます。ん？頼りになる赤ちゃん、なんだって面白い。うん、赤ちゃんだよ。いやいやいや、ノットお姉さん違う、私がお姉さん。
あ、これ面白いやつだ。あっちに行っちゃったので。かわいい、これ本当にかわいい。ペルちゃん、私この時もう着替え終わってて外にいたのですごい聞こえてて、なにそれって。そうなんですよ。お、だからみんな赤ちゃんだと思ってない？お姉さんだよ私。イエーイ。どうぞー。そう、ルアーはなつきって呼んでますね。ワン、ツー、スリー、フォー。でで、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 ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。泣きべそです。1曲目、私、います。これ嬉しかった。泳いでくれ。スイスイじゃない泳ぎだった。ななみさん、ずっとスイスイじゃない泳ぎなんだよね。変えないまま。ねえ、夏木コールすごいよね。私あの歌割りの時になんか夏木コールが大きすぎて自分の声がちょっと聞こえなくなったもん。あれどうしよう、歌えてるかなってちょっと思ったくらいに本当にみんなのコールが大きかったです。え、本当に負けそうだった。スイスイ専用スカートでお送りしています。本当にね、ちょっと自分の声聞こえなかったんだよ。これ本当に面白い、本当に面白い。これほら聞こえる？ありがとう。わかる、カイリーさん、カイリーさんここいつもね可愛いですよね。ミルちゃん、ゆくせ。好きなようにはみなさんを。そう、本当にコールが大きいの。コールしやすいんだね。そう、カエリさんもクロールしてた、確かに。ピン、ピンクと黄色が綺麗ですね。ありがとう。この曲でさ、見えない位置にいる時ってどういう風に見えていますか？見えないのか。それ泣きべそ書いちゃう。あ、かえりちゃんポジまた見てみたい。お、本当ですか？多分いつか見れますよ。いつか多分見れますよ。確かにモニターだね。限界なんかないんだよ。夢を見る。
そう、泣きべそはすごく皆さん好きって言ってくれます。あ、泣きべそが晴れちゃったよっていうやつです。泣きべそ晴れましたってやつです。あ、スイスイしてる、カイリさん。ちょっと待って、カイリさんすごい泳いでましたね。なあ、そう、これ言いたかったの。ヘアピンをピンクと黄色で私の推し彩にしてくださってるんです。選べるんですけど、話せないよ。かわいい。泣きべそでよかった。本当？そう、ヘアピンがピンク黄色なの。生誕生おめでとうございます。ありがとうございます。そう、2人ともピンクと黄色なんですよ。かわいい。やん、スイーって。ね、本当に細かいところまでお祝いしてくださってて嬉しかったです。いやー、かわいい。スイスイって。え、この後見て、ここ見て、かわいい。かわいい。うん、かわいいよ。かわいいですよね。テレテレテテ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 アーザット。でででで、僕だっていっぱいいっぱいキスはしたいけれど、かわいいね。本当にいっぱいずっとスイスイしてくださってて、レイニャさんずっと移動がスイスイなんですよね。みゆみゆさんもこうやってやってくださってた。見て見て、かわいい、かわいい。嬉しいです。あ、まだスイスイして。え、ね、ここ見て見て見て、スイスイで帰ってるんですよ。かわいくない？びっくりしちゃう。最後の最後、暗くなってからもこうやって、嬉しいです。ユハ、本当にこの曲似合うよね。雰囲気がもう。ミュミュヘアピン刺してる。そうなんです、こうやってやってた。歌うまーい。ね、そう、ユーハ本当に美しい。忘れるには、みちゃみかわいいな。わかる、この衣装ザ・ユーハですよね。おお、表情いいですね。かわいいお団子のわちゃごな。似合いすぎてない？
のわっちゃごなどうだろう、確かに最近やってなかったかもしれないね。大人になったはずのなつきちゃんにもまたやってもらいたい機会があればやりましょうね期待されている大人になった私のわちゃごのね、うん、特訓が必要ですね。あ、ちなみに私が9日おすすめって言ってるのはちょっと公式で出てたらしいんですけど、それじゃないからねそれじゃないからね。おお、すごい。うずき出すんだ。そう、ロックの日もあるけどっていう感じですね。だからみんな来てねみんな来てね。たまたまなんかロックの日が重なったっていう感じでロックの日がついてきたロックの日がついてきたこのユーナの衣装多分初めて、今までお披露目されてなかったですよね、思い出いっぱい公演で。なつきちゃんがロックンローラーになるんだと思ってましたロックンローラーにもなりますけど、それだけじゃないかもしれない。嫌になるんだ。照明がピーって言ってる。よいしょ。劇場で見るのつきちゃんのパフォーマンス大好きです。ありがとう、ありがとうございます。でしょ、衣装見たことないでしょ、これの。うん、ユッハーってすごい声が通る方がいるユッハー、綺麗、ここ綺麗ですよね。誰ユーハー萌えだ。確かにこの曲歌ってたら歌かなり鍛えられそうですよね。この歌本当に難しい。みんなとても上手、とても素敵です。ハモってる。7周年の時に歌ったのがさ、まだ頭の中にあってさ、これ覚えてる、まだ。しびれたありがとう、嬉しい。本当に緊張してた、あの時。
多分いつ歌っても緊張するよねこの曲は多分。でもあの時はまさか歌い出しになると思わなかったから。かわいい。また披露してほしい。ああ、披露できる時があったらしたい。スイ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 泳ぐ。スイスイ。かわいい。なこれ。あの現場に行った私もまさかでした。本当ですか？嬉しい。それきっかけ、それきっかけでしょ？ありがとうね。ちょっとサウちゃんがフレームアウトしそう。わかる。左右に揺れてるの可愛いですよね。草さんも花も虫も鳥も人間だって。これずっと忘れられないのが、ゆめさんがこの歌詞覚えられないって言って、草も花も鳥も犬も草もみたいな言ってたの覚えてる。難しいよこの歌詞って言ってたの覚えてます。なんかレイニア先輩泣いて、え？そう？面白いでしょ？ゆめさんのこのエピソード。かわいい。かわいい、かわいい。ルア身長高いね。お団子かな。そう、私その時ゆめさんとも一緒に蒸発した水分歌ったんですよ。あ、ロックンローラーですよ。スイあ、そう。うわあ、かっこいい。あら、どうも。あそこの時、なんかリリカが操作して、私が前に立った時に、すごいあのスタンドめっ。こんすっごいね、もうねすっごいちっちゃくなっててえ、これどうしようって思った記憶ある。なんでこんな、なんでこんなちっちゃいのって。大丈夫だったかな、戻ってる。大丈夫だったみたい。腰ぐらいの位置にあった、本当に。なんかどっか触っちゃったのかな、低くしていなくなったの、リーカが。はいはいはい。すい。おお、こんにちは。ズンチャンズンチャズンズンチャズン。いや、ユーハの低音いいよね。空き缶のユーハ声とすごく合ってて。ユーハの低音がとっても似合ってます。かっこいい。ね、そうだよね。
低音綺麗。あきかん好き？ありがとう。嬉しい。いや、ユーハのあきかんすごくいいですよ。元気？え、空き缶の魅力に気づきましたか？嬉しい、それは。そう、みゆみゆさん、ウィズ3期生。元気。マイク足で上げるの緊張しちゃうよね。リハーサルの時ずっと足で上げてたんですけど、本番になったらできなくなっちゃって、怖くなっちゃって。今は56分45 46 47 48 49 50です。客席に飛ばしたら拾ってください。え、私戦闘力上がった？本当？嬉しい、やった。特にこの生誕の時と生誕の次の時は戦闘力が高かった気がします。あら、こんにちは。最後スイスイ。ゼロが2 弱い弱い弱いよ。あ、あら、かわいいね。もや足長いね。ダン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 。またスイスイしてくださってありがとうございます。もうカエリさん本当にずっと泳いでてかわいい。されたし。そっか、ルアーしかルアルってリアル学生いないのか。どうにかやり過ごしてきた。クロールしてました。相性が悪いなんて。君が気になるんだろう。これと激似の服持ってる。え？本当？すごい、それ一緒に出れるんじゃない？ペンライト振ってくれててありがとう。一回来ていったらメンバーにめっちゃ言われた。揃えたでしょって。あ、ルアのお団子がほどけたような気がする。さくらんぼちゃんになってますね。あら、かわいい。わかるかな。かわいい、ぽよんぽよんしてるお団子、かわいい。あ、かえりさんからレスが来た。あ、またスイってしてる。苦手だと思ったのか。なつきちゃんが嫌いなのかもしれないやった時、最初めっちゃファンを見てたのを思い出した。あ、私がってことですか？
私はもうガン見しちゃう。かわいいお団子がほどけてかわいいね。まだだった、終わってた。これあ、かわいい、かわいい、かわいい。すい好き、先生好き、おめでとう。かわいい、ルアは月、寄り添う月をやってくれたんだね。タンタン、うーん、やば、もうユニット曲が終わっちゃいましたよ。早いよ。優しい、みんな「おー」って言ってくれてる、みんな「おー」って。主人公強そう。おお、そうなんですね。戦闘力2じゃないよ、2000。2000。そう、二十歳の時にお洋服。うん、可愛かったですよね。大人可愛い。スイスイの黒ドレス、大人なんじゃない？やっと帰ってきた、遅くなった、あ、おかえり。今の秒数は1時間3分33、34、35、36、37、38です。グラビア。いやいや、バブだって、甘酸っぱいグラビアってなんだろう。ダメです、保護者いる、保護者。うん、私はエレキギターですね、ずっとやってた。お、私のアンケートに見たい人スイスイって書いて、え、そうなの、ありがとう、そうだったんだね。そう、お借りしました、ルアの、ルアパパのギター。あれ、ルアのギターなのか。そう、ルアからギターをお借りしました。アンケート書いてありがとう、ありがとうね、そうだったの、ありがとう。そう、ルアちゃんのお父さんのギター、
コースティックギター弾きたいです。ギャルのスイスイ見たい？ギャルのスイスイ見たいですか？本当に見たいの？私多分似合わないですよ。何ガリガリって。エンジンそっちか。何でも似合うよ。え、ありがとう。ありがとう、スイ好き。てい。そう、ルアいつもてい、って言うの。アザトが好き。アザトが好きですか？ノリがいいところがスイ好きだって。ありがてい。てい、ルアシてい、ありがとうございます。とても褒めていただいてました。どうぞ。ルア黒板にテイテイって書いてたからね。テイテイお誕生日おめでてイって。サイリウムフリフリしてくれてた。かわいい。そう、ハーフツインのリボン2個つけることができたんです。ずっと夢だった。今まで1つしか飾りをつけたことがなかったんですけど、生誕祭だからちょっと可愛くしたいなと思って2つのあったりしますかって聞いたら、2つのリボンを出してくださって、それをつけさせていただきました。なんか今ななみさんこうなってた。そう、基本あんまりリボンの数とかは変えれないんですけど、この日はちょっとわがままを聞いていただいちゃって、かわいい。みんながこうやってやっと同時視聴できる環境になった。今は今日もきあたり、今は1時間9分16 17 18 19 20 21 22です。ベレー帽ね、確かにかぶったことあるかな。リカさんの卒コンの時にかぶったかもしれない。ユナコさんの衣装だったので。今も衣装はユナコさんなんですけど、髪飾りが違くてね。うんのせいにするなあ、大丈夫。ありがてい。ありがてい。やり直そう。ワンツーワンツースリーフォー。かえりさんベレー帽こうなってた。本当にずっと撮ってくださってる。
愛ですよね。ずっと追ってくださってるんですよ。本当に技術さん皆さんとっても温かくって、本当に温かいです。今は今日負けの感想です。ここで水は入ります。今は1分じゃない、1時間11分13、14、15、16、17、18です。ここは1秒でも多くみんなのことを見たくて早く振り返りました。そう、みゆみゆさん私の裾直してくださいました。このラスサビのここだけ振り返る順番が自由なんですけど、そうだから早めに振り返ってみた。いつもは周りの様子見たり、ちょっと先輩を優先したりするシーンなんですけど、実はこの日はみんなの顔を見たくて早く振り返ったんだ。こんばんは。ここも初めてですね。こんにちはしてます。こんにちはしてますね。今セカオになりました。うまい、素敵な歌声。何もう夏切ったら。そう、たくさんカメラさんが追ってくださってます。本当に愛です。クリンクリンってしてたね。おお、みんなの声がする。この声に決勝メンバー3人、すごいですよ。本当にもうみんなのコールが本当に大きかった、嬉しい。DMM にこんなに入ってるんだよ、すごいよ。みんなありがとう。すごい、ピンク黄色、嬉しい。あ、この曲はあの感動ポイントがあるんですよ。120% くらいで声出してた。ありがとう、枯れてない、ありがとうね。すごい、みんなの声、やり直そうぜ、あなたのもとへ、すいすい。ギター、でんでん、あ、ここのキック苦手です、実は。告白します。くるりん、てててててて、世界は。あ、私ここでここ振り返ってニコってするの好き。ここです。
この後、この後見て。知らなかったのこれ、本当に泣きそうになっちゃって、私本当に泣きそうだった。愛、愛が本当に感動しちゃいました。そんなの聞いてないよってなった。多分ななみさんとはこうやってなるなと思ったの。だからこうやって「へっ」って言ったら「みんな刺してる」ってなって、嬉しくて心が温かくて。ねえ、本当にみんなありがとう。ありがとうございます。かわいい。はい、ここの、あ、デートに行くなら、これ面白かったよね自信ある人で、あげた人あげた本当に面白かったんだから、客席にいっぱいいたんだからね うん、スイーツデート嬉しいですよ。手を挙げました。夏希に頼ろうとしてます、ゆうはさん。ゆうはさん、ちょっと。ちなみに私はあの、あれなんて言うんだっけ、自分で決めるより提案してもらう方が好きです。お友達と遊ぶ時とか結構私が決めがちなので、決めてほしい決めてほしいタイプです。私ドライブ、ドライブ、ドライブしたいです。よいしょ言ってる。私いつも言ってる、車乗りたいですって。そう、みゆみゆさん運転できるんですよ。お、うんうん、ピクニックいいですね。いいですね。指輪作りとっても好きです。私何か作るみたいな、そう大好きなの。何か作ったりするの好きなので、ここまで本当に もう撮っちゃったの面白いよねうんうん、お凝ってますね、とても。凝ってますよ
の、しかもこれはさ本当にわかる、サプライズの内容言っちゃったからね。プロポーズされてる、みんないいの？みんないいの？かわいい。レナさん、レナさん崩れちゃった。ダイヤモンドどうしようって言ってる。待って待って、両親結婚しましたよ、右手でね。右手でね、右手で結婚しましたね。右手、考えてくださったプランに、最上階じゃなくても中に。嬉しいですよ、最上階。この時にルアに隣で山登りはどうですかって言われた。隣立った時に、なしでって言った。そう、この時横に並んだ時に、山登りはどうですかって。ボールが本当に大きいね。かわいい、あれ。いや本当に配信で、私たちはマイクを通してるから聞こえるけど、みんなどうしてこんなに大きい声なの？みんなもマイク使ってる？こうやって。腹式呼吸してる。ここでみーみーさんが買ってやってくださってる。シシシシシシシ、これは何？
本当にみんなの声すごくする。あ、ペンライトありがとうね。スイスイと歩いてみたい。スイスイと歩いてみたい？嬉しい。ずっとピンク黄色率が高いと一緒に歩けますよ。山行けなくてごめんね、悔しい。え、全然そんなこと言わないでよ。気持ち届いてるよ。ありがとうね。ちょっと音を大きくする。ありがとう。はあ、幸せ。幸せ。ありがとう。みんなのコール素晴らしい。ここまで追いかけてくださってた。あ、じゃらーん、スイスイ。いや、本当に素敵です。ありがとう。換気休憩に入ったので、換気休憩はないです、パーティーだそれ。今は1時間28分27、28、29、30、31、32、33、34、35です。車の中で何度も16連の予行練習してて、え、かわいい。え、練習してくれてたの、かわいいね。工場がありますね。工場もさ、本当に暖かかったです。聞きましたよ。かわいい。かわいいね。練習してくれてた。あ、始まったよ。こんばんは。グラディグラディ、ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとう。ありがとう。ありがとう。工場も絶対言うの緊張しますよね。素敵な工場ありがとう。ラッツキー、ずっと聞いてたい。今は1時間31分54、55、56、57です。わー、コメントも夏キーになってる。ありがとう。嬉しい。ありがとう。すごい、コメントが夏キーになってる。ありがとう、本当に。こんなにみんなただ夏気でゲシュタルト崩壊起きてないですか？大丈夫だったかな。すごい愛のあるコール、ありがとう。すごいコメント欄がコールになってる。お、ありがとう、本当に素敵なコール。青春時計が始まります。嬉しかった、ありがとう。本当にずっと呼んでたいなって。ずっと呼んで、ずっと聞いてるね。ね、ピンクだったよね、青春時計の時。可愛かった、とっても綺麗で。ピンク可愛いですね。いつかこの日を思うのだろうか。かわいい、一面ピンク。気づかれず永遠に思いとつない。ずっと映してくださってる、ありがとうございます。水水隊のみんなはこれからもいっぱいこの DMM 見ないとだね。なくなっちゃう前に。自分でもわかるんですけど、この日の公演いつもとっても楽しいんだけど、すごく幸せにあふれた表情をしている。幸せって顔をしてる。溶けちゃいそうな顔してる。嬉しそうだ。ありがとう、みんな。ずっと見てくれてるの？ありがとう。ずっと見てくれてるの？ありがとう。ね、推しカメラですね、これは。うん、確かになくなっちゃうは悲しい言葉だから。
魔法で消えちゃうにしよっかシンデレラみたいだね。幸せなお顔。もうね、ずっと大好きな気持ちで溢れてますよ、みんなのこと。絶望の後でさえも大好きな気持ち溢れてますよ世界観がある曲だけど、みんな大好きの気持ち。おー、かっこいいですね。たったった、うちに汚くなるよ、トントン。私のいつもの頭の中、カウントの仕方確かに体力使いますね。力を使えば使うほどどんどん体力なくなります。いつもこの曲で涙流すの。え、そうなの、嬉しい。ここのでのメンバーの表情を見るの結構好き。確かに他の曲にはない表情をみんなするよね。足音が揃ってるところが良くて、あー、ありがとう。揃えるの頑張ったんです。おー、私がパワフルスイスイになってました。確かに私もあんまりしない表情してるかも。絶望の時代、我々も苦しかった。そうだよね。ちゃんとその思いを汲んで練習しました。ちゃんと意味も理解して一つ一つ噛み砕いて練習しました。私はその時メンバーじゃなかったけど、同じ気持ちで。ふわっふわってした。そう、ここは髪の毛をボサボサになりますねワッシャワッシャって。感情が入っている。この曲は本当にどの曲もだけど、すごく大切に大切に踊ってます。ちょっと動いちゃった。加入してくれてありがとう。こちらこそありがとう。ありがとうね。嬉しいです、そうやって言ってもらえて。ルアー、そうなの、前髪乱れないけど、乱れる時はこのまま全部なくなるみたいです写真送られてきた。本当にノリがペロって剥がれたような。ノリってあの海の方の。なんかこんな顔になってた
力入ってる。そう、一サビとラスサビで実は変えているのです。それもいろいろ解釈した結果そうしようってなりましたね。ありがとうございます。はい、スイーツに例えると、はい、どうぞお願いします。スイーツに例えてください。ありがとうございます。面白いよね、ここの MC。この時の私、もうちょい甘いのあるなみたいな顔してる。ショートケーキより甘いスイーツあるなみたいな顔しちゃった。いや、ショートケーキが一番甘いですよね、そうしよう。首かしげてる。ショートカットってさ、どういう意味？ショートカット、ショートケーキのショートカット、私ずっと拍手してるね、癖かな。こう見るとずっと拍手してます。わかる、それ想像できる。こんな大きいお皿の中心にちょんってあるやつね。食べそうな目してる？なんか、なんでですか？変な聞き方しちゃってる私。なんでですか？やばい、ななみさんに食べられる。ななみさんに食べられちゃう。もうスイーツとスイーツと分からなくなっちゃってる。ユハ、ユハ、まあ食べたいってことですよね。出た、エビフライバスクチーズケーキ。まずはエビフライ。そう、これ本当に直前で聞かれました。うさちゃん、うさちゃん重ねてみた、どう？落下した。ごめんね。ごめんね。落下しちゃった。
エビフライ優勝。夏木は何のスイーツに見えますか？前も聞いたけど。春ブロックに行きます。桃のコンポート、かわいい。マカロン、あら、かわいいですね。たたずまいがマカロン。あ、そう、これ萌が私の位置にいたんだよね。可愛かったで、ちょんちょんってした。だから萌がずっとこういう顔してます。トゥンカロン、身長高いですね。可愛い、この萌の表情の正体でした。そうだね、確かに歌低いですよね。お、柱のギリギリで撮ってくださってる、ありがとうございます。ただ私はこの次の楽曲の方がカメラさんを困らせてしまいます。やってこないかな。桜の花びらが乗っていたんだ。1、2、3、3、2、3、4、2、3。ずっと追ってくださってるカメラさん。みえみえさんが後ろで、あ、ペンライトありがとう。見上げた桜はいつも満開だよ。今春どこです。今1時間50、1時間50、1、2、3、4、5、6、7。迎えに、あ、どうも、みんなのこと見ました。アップでズームスムーズに追いかけるの、さすがプロのカメラマン。いや、本当にそうですよね。本当にそうなんですよ。たくさん暴れちゃったのにずっと撮ってくださってて、かわいい、ありがとう。見納めになりそうだね、次で。あー、よっしゃ行くぞ。待って、かわいい、ここのかえりさんかわいい。よっしゃ行くぞ。鬼の猛ダッシュのお時間です。私はこの数分後走り回りますよ。何度喧嘩しただろう。
本当に大好きこの曲。サクタベは振りコピしちゃう。え、嬉しい。あ、スイスイしてる、ありがとう。キラキラしてくれてる、ありがとう。ここのみんなの真似します。ワンツースリー走れー、さあ頑張って走って、いけ、あ飛ばない、もう一回飛ばない。走って急げ、はいはい、いなくなって、そうここ本当はね花道あんま行っちゃいけなかったんですよ。別に完全に行っちゃダメなわけではないんだけど、え私左手投げてる、え、え私左手投げてた。だから飛ばなかったんじゃない、ありがとうございます。そうかぶりました、最後ちょっと予想以上に置く時間なくて、うーん、はい、避難訓練みたいになっちゃった。え左手、え、そうなの、知らなかったよ。すごい、みーみーさんだー、司会今1時間54分16 私なんで321からリズム取れてるんだ問題。すいすい、嬉しそう。嬉しそう、私パってる。あ、リリカがケーキを運んでくれたけど、リリカー、いや予想してなかったです、みゆみゆさんの司会は。これいつまでやるのって、多分ずっとやるんじゃない。どうだろう、みゆみゆさんがお姉ちゃんみたいに萌えだと思いました。私は萌えかなって思ってました。でもその次にみゆみゆさん、萌えかみゆみゆさんだと思ったの、なぜか直感で。ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー dear Swiss、ありがとうございます。スイスイを選んだ理由は直感です。そうこれ、あ、フライヤー、フライヤー、フライヤーだって、待って待って、油断してた。ねえこれ本当に可愛かった、今花瓶に入れて飾ってます。ありがとう、元気にすくすく育っております。これ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 、つけてきます、行ってきます。待って、このあとさ大変なやつじゃなかったっけ。このあと大変なことが起きたやつじゃなかったっけ。思い出すね、だんだん。
ヒヤする、今からヒヤヒヤする、もうこの先の展開を知ってるからヒヤヒヤしちゃう。ハーチです、どうですか？ここね、どうだったっけ。でもバタバタしてて全然、後半は準備完了して聞こえてたんですけど、最初メイクルームでこうつけていただいてたので、ここら辺は聞こえてなかったです。いやいやいや、スマホケースね、本当の哺乳瓶じゃないですからね。いや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 、赤ちゃん。赤ちゃん赤ちゃん、あっ、お父カイリーさん、おや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 って言ってる。またリップこっち置いとこ。いや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 、本当に先輩が話しやすくしてくださってます。あーざっとあーざっとねえ、あーざとなあーざとなつきって何ですか。ジェネリックスイスイ、ハートだって嬉しい。レッスン着まで褒めてくださって、レッスンね、レッスン着の話、みんな倒さないように、やばい、来るよ私が。スイスイこの時はまだ知らないですよ。マイク忘れた。本当に。大変。大変。もう。ごめんなさいね、本当に。いや、びっくりでした、私も。行くぞ、準備万端って思ってましたからね。で、ありがとうございますって言おうと思ったら、ってないってなった。やっちまいました。じゃあこれは予想してました、ユーハが呼んでくれるって予想してました。ユーハ、うん、主役にはやらせない、ありがとうユーハ。そう、去年もユーハが呼んでくれました。かわいい今のやりとり、ありがとう。ありがとうございます。
嬉しい。思ってましたか？そうなんです。ピン。よかった。あるね。みんな味方だよね。ありがとう。見ないで、そんなに見ないで。そんな見ないで。待って、なんかタワーが来てる、タワーが来てる。スーさん、スーさん、タワーありがとう。スーさん、パンダのタワーありがとう。ずっとガチャガチャあるの、引いてないのにあるの。今の時間は2時間36分49、50、51、52、53、54、55です。はぁ、恥ずかしかった、恥ずかしかった。ね、ちょっと一旦巻き戻しちゃった。ダメ、ダメだよ。その時はやりきるんだよ。でも今日お会いしました、みはるさん。私のこの落ち着いてきたと思ったらビンゴが終わってました。生写真わからないんだ、残ってたかどうか。絶対そこじゃない。あ、ほら、先生に似た優しい雰囲気って嬉しい言葉。私全然そんな雰囲気とかないけど、みんなが嬉しい。じゃんじゃん。みんなが一緒でこうやって見てみたら
チパチ。心配してる。受け取ってくれましたか皆さん、メッセージカード。この日は帰らなかった。そっか、無事帰れたかな。いやー、あっという間ですね。お財布に入れてお守りにしてる。ありがとう、ありがとう。かわいい、みんな、みんな整列しててかわいい。メセカありがとう。こちらこそ受け取ってくれてありがとう。照明が当たった、ありがとうございます。嘘、全然字綺麗じゃないですよ。ありがとう、褒めてくれて。おめでとう、ありがとう、嬉しい。これ何が起きたの？何があったのこれ。ありがとうございました。うん、大好きだよって言ってた今。大好きだよって。お、最後の挨拶ですね。レイニャさん。かわいい、みんな。あー、終わりました。あー、素敵な生誕祭、素敵すぎる、ありがとう。わーい、最後まで一緒に見たね。ありがとう、見てくれて。すごい充実した時間だった。ありがとうございます、最後まで見てくれて。楽しかった。おい、ちょっと待って、ダメだぞ。ね、告白のとこで止めてますよね。え、本当にやめて。いて。ダメー、ちょっとピピー、ダメ。君も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 、ね、あんこ、ねえ、ストップ。ん、いいかい、いい子は告白をね、告白のところ、わかんない、何分かわかんないですよ。だって私画面見てなかったもん。ビンゴ始まりました。でも巻き戻してる。でもすごくね、カメラもずっと私のがいっぱい映してくださってたし、ちょっと不意に映る皆さんとか、皆さんの声とかが本当に温かくってね、ありがとう。私がさ、言葉に詰まった時あったけど、スピーチで、その瞬間とっても温かかったですよ。みんながいいよみたいな感じで。2時間45分30秒付近からね。やめてください。ねえ、おやすみメッセージ聞いてってさ、もうすい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 、もう本当に結構、これ冗談抜きで結構恥ずかしかった。結構恥ずかしかったけど、一緒に見てくれてありがとうございました。どうでしたか？私はもう本当に幸せいっぱいで、
こんなに幸せをもらっていいのかっていうくらいの幸せ、もう顔見て分かりました。本当に幸せな時の顔してるって思って、私本当に幸せ。今も元気出たねえ、元気出た、よかった、おー元気出た、よかった。思い出いっぱい、幸せいっぱい、ありがとう。私も今も幸せすぎて、明日公演なんですけど、ちなみに寝れるかわからないです寝れないんじゃないこれも。ああ幸せだったって、ありがとう、最後まで一緒に見てくれて。そう、明日公演なんですよ。明日会える方は楽しみにしてますね。 DMM で見てくださる方もぜひ見てね。いや楽しかった、ありがとう、一緒に振り返ってくれて。改めて本当に私幸せです。本当に準備も大変だったと思うのに、ありがとう、私のために。特典会の振り返り特典会の振り返りは夢の中でしてくださいね。ね、9日からのロックバージョンも楽しみ。あ、そうだ、ちなみに私もこれ持ってる、これ持ってる、私もこれ、撮って出し生写真です。じゃん、ゲットしてくれたかな、これ、ありがとう、みんなありがとう、目の前に飾ってくれてるの、ありがとうね、ありがとうございます。もう20歳、みんなのおかげで20歳もとっても幸せに過ごせそうです。ありがとう、これからもよろしくね、みんな。なんかね、今大好きだよって言おうと思ったんだけどね、ちょっと告白がよぎっちゃって告白がよぎってちょっと言えなくなっちゃった、今詰まっちゃったこれからもよろしくね。ということで、壇上を読もうと思います。壇上を読みますね、いきます。13位、マリーハルさん、ありがとうございます。12位オカピーさん、ありがとうございます。11位ナオくん、ありがとうございます。10位大輔さん、ありがとうございます。9位あさゆきさん、ありがとうございます。8位嵐田さん、ありがとうございます。7位タムヒロさん、ありがとうございます。6位ミッチーさん、ありがとうございます。5位お疲れさん、ありがとうございます。4位富之助さん、ありがとうございます。3位スキャットさん、ありがとうございます。2位みーさん、ありがとうございます。そして1位はパンスーさんです。ありがとう、皆さん今日は見てくれてありがとう。そしてもうすごくフルで公演を初めてみんなと一緒に見たんですけど、コメント欄も含めて本当にとっても幸せでした。あの幸せをもう一回ありがとうございます。本当にスクショタイム何がいいですか、何がいい、何がいい、なんかちょっとウィンク下手だった、今日はウィンクが下手な日、そういう日もあるよね。20? サウちゃんも一緒に写真撮る？おやすみポーズ。サウちゃんちょっとここにいてね。アイス？美味しそう。ピンク黄色。
プレイもとっても可愛くて、あとそうそう、よいしょ、うん、よいしょ、重たい、片手で持てない、これ受け取りました、メッセージカードありがとう、みんなのメッセージが中に入ってます、しそしの衣装ありがとう、こんなにたくさん、これ本当にすごいよね、ほらありがとう、みんなの思いが詰まってる、大事にします、ありがとう、見て今日は私服だけどさ、衣装着てるみたいでしょどう、本当にありがとうございました、中にはね、あのフランボワーズさんに遊びに来た幼稚園生の子が書いてくれてたりもなんとしたんです、頑張ってねみたいな感じでそれもほっこりっていう感じで、皆さんからのメッセージもたくさんここの中に入ってて、もう何回も呼びます、ありがとう、本当にありがとうがいっぱいです、二十歳の一年もよろしくお願いします、皆さん今日も一日お疲れ様でした、ちゃんとゆっくりできてる、みんなこれからは一緒にゆっくりなペースで頑張ろうね、あ、そう、もししんどくなったらチャットの動画を見ること、その動画を見てね、選曲も心に太陽で元気出るので告白は見ないでください、別に見てもいいけど私に報告しちゃダメだよ、恥ずかしくなっちゃうからね、じゃあいいかな、そろそろ終わりにしようかな、みんな本当にありがとう、大好きだよ言えたじゃあ明日もまたよろしくお願いします、公演おやすみなさい、バイバーイ、またね、大好き、ありがとう、またね、おやすみ。